というわけで早速モデリングしていきます。今回は西の海、東の海、2種類のカラナクシを作っていきます。足回り、下半分は共通のデータで、上半分のみ2種類データを作りました。下半分には走行体、レートが入るスペースを設けました。 FDM の 3D プリンターで出力しました。足回りにバランスを見てウェイトを仕込んでおきます。上下部品を仮止め&走行体を仕込んだ状態で水に浮かべてバランスを確認しています。走行体のパワー不足で重すぎると走れないので、あまりウェイトを仕込めません。ギリギリのセッティングです。二液混合のエポキシ接着剤で上下パーツを接着します。両面に接着剤を塗ってなじませながら接着します。くっつきました。ハンダコテで接合部の段差を鳴らします。ある程度深く溶かし込んでおきます。できました。80番くらいのペーパーで全体を大まかにやすっておきます。ここからはひたすら表面処理です。地味な上、一番手間のかかる作業です。ポリパテを厚塗りして研磨、パテサフをガンで塗布して研磨、ウレタンサフを少し厚めに拭いて表面処理は完了です。ついで塗装に入ります。色の淡い色から濃い色へと順に塗装していきます。ベタ塗りしたらシャドウ色をエッジ部分に拭いて立体感を出していきます。大まかに塗装できました。マスキングを剥がしていきます。マスキングを剥がす作業が一番楽しいですね。黒目、口の中を水性アクリル塗料で塗り分けます。塗れました。ハイライトがないと怖いですね。奥入れをしてハイライトを入れたら完成。続いて走行ユニットを組み立てます。タミヤのアヒルの走行体を改造します。ギアボックス部分は普通に組みます。通常は単4電池1本で駆動しますが、モータには 3V の刻印があるので2本に増やします。防水電池ケース、モータ端子に配線をハンダ付けします。あとは普通に組み立てます。そのままでは防水性能が弱いのでシリコンでコーティングします。本体下部に走行体をビス止め指向法に自在キャスターを両面テープで固定します。早速歩かせてみます。左右に揺れながらいい感じで歩きます。あ、段差でスタック。結構な確率でこけます。特に西の海。続いて泳ぎです。転覆してまともに浮かびません。前の仮組みでは浮気姿勢は安定していたのですが、パテ塗料の重量を計算していませんでした。随分重心がずれてしまいました。水上での映像の撮れ高がなかったので、肩まで水に浸かって水中から支えて撮影しようと提案したら、
笑>